牛窓湖牛窓町は、かつて、岡山県南東部、奥群に存在した町。2004年11月1日、同郡の奥町、小佐船町と合併して、瀬戸内市となり、町役場は、瀬戸内市役所牛窓支所となっている。西は岡山市、北は、奥町、東と、南は、瀬戸内海に面している。特に観光業に力を入れており、日本の営業界と称している。 また、岡山県有数のマッシュルームの生産地であり、香川県小豆島と並び日本に大オリーブ産地の一つでもある。神宮皇后が三冠性伐の道中、この地でゴミリンキに襲われたが弓で射殺。皇后方が白木からの木と成仏できなかったゴミリンキが牛木になって、再度来週、住吉明神が牛木の角を掴んで投げ倒した。この場所を牛天といい、 生って、牛窓になったという。牛窓界隈には、伝説にまつわる浮かぶ島や神社等がある。牛窓には、前島、大島、黒島、鎮太鳳などの島々が、瀬戸内海に浮かんでいる。定かではないが、この牛式が滅びた後に、これらの島々に化けたとの言い伝えがある。頭は、大島、胴体の前は前島、胴体の後ろは鎮太鳳。 お尻の部分は黒島に化けたと地元では伝えられている。古くから海上交通での風間地港として栄え、江戸時代には朝鮮通信市の寄港地でもあった。明治以降は交通流路から外れたことにより衰退した。主な産業は農業、漁業、観光業、特にマッシュルーム、オリーブ、カキの生産が盛んである。2004年には高校総体と 市政施行後の2005年に行われた晴れの国岡山国体ではセーリング競技の開催地となった。町内に大学、高等学校はない。小学校、中学校、上企画校とも現在は瀬戸内市立となっている。町内を走る鉄道、高速道路、一般国道はない。最下等基地が1912年8月に事業許可を得て1913年6月に 牛窓電機を設立。牛窓町に発電所を建設。1914年12月に事業開始。供給区域は、奥群牛窓町、鹿し信村、長浜村、多松村。1922年3月に、山陰中央水田に合併される。本田寺、黒島ビーナスロード。死者行方不明者144名、女王丸諸来沈没。 朝日新聞昭和23年1月29日に面、日本全国諸外社役員6。第23回、電気事業要欄、第8回、電気事業要欄、第14回、中国地方電気事業史中国電力。1974年、194ページ、干潮時だけ出現。砂の道人気、黒島ビーナスロード。朝日新聞。 2018年5月3日閲覧、ありがとうございます。